疲れ様となったす。今日はこちらトリプルドラフトで低コスト縛りやっていきます。さあこちらですね、モード的に3枚の中からね好きなカード1枚選んでいくやつなんですけども、まあ選ばないです。はい、一番コストが低いやつをもう強制的に、ね、取ってやっていこうかなと思います。なんか昔あのメガドラフトでなんか似たようなのをやった気がしますが、こんな感じで低コストが並んだらあの選ぼうかな選ぶんかいって話ですけど選びます。で今みたいなのは一番ねコスト低い、コストしか見なくていいんで楽ですね。でおー選べる、意外と選べるな。さあ2コス、いやアイスゴーレムとかいらないね。もうちょっと強そうなデッキになってない？えなんか緑多めではあるが、いや相手なんか選ぶの遅いな普通なんですけどね。なんなら早いか、30秒ぐらい残しているか。さあ高回転ゴブジェイデッキが完成しましたよという感じでねやっていこうかな。まあでも結構3択でヘナチョコなカードがないので、基本的にヘナチョコって言うとあれだなデッキの完成度は結構高くなってきそうですけどね。なんなら自分で選ぶよりもあれちょっといいデッキできたかもなっていうことにもなりそうだし、アイスゴーレムちょっと強いぞ。そのダガーガールに対してのダガーの攻撃がねなくなっちゃうんだね、アイゴレで。舐められてはいるカードではあるが、ここ最近もしかしたら強いんじゃないかと、もしかしたらですけど、はい、噂にはなってるカードですね。さあこれやり込みめっちゃ入るぞ、ちなみに。あーなるほどね。さあ呪文が見てなかったな。普通このモードって、まあ、相手が何取るかなとかを見るんですけど自分の低コストの枠しかさ見てなかったから、さあ何も見てはなかったが、メガナイト5マザーネックね。アウトローとかめんどくさいよな。てかヤリゴブリンヘナチョコなんだよな最近。ゴブリンのコアとかもか、オーブンとかもか。まあダガーガールに対して特にね輝けなくなっちゃったんで、これいっちゃおうかな。弱すぎるカードではあるが今日は頑張れるかもしれない。これマサネク働く前に、あーメガナイト回るね。いや結構でもゴブジェイ入るよこれ。アイゴルで逆サイに誘導してもいいかもね。コウモリ先行してくれたら結構美味しいね。さあアイスゴーレムや工場バーバリアンだったりね、ウォールブレイカー、こういう逆サイ誘導ができるんで、まあこれが強いよな。さあやりこぶをまず散りばめて、うっうーんダッシュしてよ。やばいやばい痛い。さあまあこの後方ゴブジェはねもう何でもいい、正直通んなくていい、適当に、はい、受けて出しちゃいましたが、来るね。アイゴレで背中を向けさしての、いやこのゴブリン、いやからのハンターのエイム次第ではあるが、エグカウンター来た。暇なんで雪玉でも打ってゴブリンでもね、えやばいゴブリンが多すぎるさあ止まらないよと。ゴブジェイ殴っちまえ、おいしい。さあポイズン圏内なのかな、ポイズンは200あってほしいな多分ある気がする、多分あるね。さあというわけで、まあ、まずは1戦目で、ね、コストだけを取っただけですけども、まあゴブジェイ取れたのが強かったな正直。ゴブジェイとかジャイがねものすごい今強いんで、これオールブレイカーとかになったらどうなんだろうっていうね、危なくなってくるが、さあウッドいいね当たり、え全然自由枠になっちゃったな。俺アーチャー好きなんですよね。あーレイジね、おーいや守りたいいや工場かすげえ、いやめっちゃ買いたいくなる。おーでかいなこれは、相棒か。てか相手のカードマジで見てねえわ、やべえ主軸を見てなかったわ、相手まだ3枚目だもんな。いやーまあ
これはね、普通ならインドラかな。火力がない、火力がないがインドか。さあ早めにね選び終わるとスタンプで相手に嫌がらせすることができます。焦ってんな、だいぶ焦ってんな。もっと焦らせてやるか。え、相手のバナーもいいの？初めて見たな。さあよろしく。まあ基本的に高回転のデッキ生まれますよね、低いのだけ取ってんで。いやー、これも暇向上します。で最近ちょっと気づいたんですけど、まあ全然このモードというかこの何低コスト決まり企画だったら多分選ぶことはないんですけど、ババコヤがね、痛い、ババコヤがこのトリプルドラフトで地味に強いかもしれないっていうことに気づきました。ダガーガールがエネルギー不足になります。はい、まあ超強いってわけじゃないんですけど、なんか地味に強くねって最近思います。ファイブウッドでもしばいて、なんとレイジで、え高回転だからこその前、え、熱いね。インドラ戻って早く仕事してもらって。問題は俺削れねえわこれ。やすけでエネルギー不足にさせてあげて、ペックかぶったでかいガインが入るぞ。おい、いやこのガインっていうか、このねファイボによってインドラを延命して焦がすね。いいね。え、てかインドラさ最強説ない？これ高回転インドラ。インドラにしてよかったな。やべ、インドラじゃなかったらね、これベビドラだったらだいぶ話違ったっすよ。さあインドラだけで全てを守っております。強っ。いや高回転だとやっぱなんだかんだ事故りにくくもなるからね、結局強いのか、トリプルドラフトでもね。さあダクネきます。この報酬とかも守り用、守り用ではある。5ウッドでねあれを仕留めて、さあレイジでコウモリも仕留めて、いやインドラマジ最強か。ちなみにゴブリンの檻もあります。え、めっちゃ強いデッキになってない？いや俺はお前を食うで、檻も回るし何でも回る正直。え、てかアーチャーとマッスルでこれ解けたわ、やば。さあ鉄壁。いや、いいな、インドラね。インドラはまあこれは呪文との組み合わせが良かったな。ファイブウッドとかファイブザップ、ファイブレイジかで攻撃をしばけるからこそ、まあインドラでね盾を溶かせたかな。インドラがここまで活躍することあんまないというかね。さあ暴れるるるるるるミニペ、えへ、良すぎるんだけど。良すぎて困っちゃうなこれ。トルネにしちゃうから、え良すぎるんだけど大丈夫かこれ、選択肢が。さあ適当に低コスト取って、え、これまたインドラにしたくなっちゃうけどね。まあザッピーにしようかな、ファイブ持ってるし。いや強っ、なんか俺のカード削れない気もするけど、主軸が最後ね。あれこれ俺さっき選んだ。好きにロケットをしとって気がするけど大丈夫か。え、これオールブレイカーか、しょっぱ。最後の最後で俺オールブレイカー取んのか、これやばいな。普通にね、ラムライダー的な強いやつ取りたかったの。オールブレイカー単品入らないんでマジ意味ないっすよ。え、弱っこのデッキ、なんだこれ。トルネファイブオールブレイカーランバー、どことの組み合わせがいいんやで。わあやば、ファイアボール削るわ。ファイアボール削るか。あ、そう、ババコがねちょっと強いんだよな。
エネルギー不足が痛いんですよと。え、相手の主軸何だったっけ。ファイスピが優秀、優秀すぎだな。いや、メガナイトとかいたんかな、まあ、行ってから考えるか。エリポン来たし。マジアホ行く、全部行く。ここで一本降りたい。あれさ、エネルギー不足来た。え、一本本当にこんなぬるっと球落ちていいんかって話ですけど。ファイボールよ、しかもトルネモル。え、たまたまやばくない、このトルネファイボール。そんなことある。いや、ちょっと痛い、このちっこいのがいっぱい来ると。ダガーだときつい。え、たまたまトルネファイボールガン刺さりっす。しかも相手の呪文的に多分ヤナメ俺にタックあったしね、ロケ砲もきつい。頑張れサボンナ。うい、いやー、まあさすがに攻めるか。まあファイブをおとなしく打ってもよかったけど、あー打ってもよかったか。まあエリポン放置してもこっから守ればいいだけなんで、俺は。最悪ロイフグにファイブもあるし、いらない。トルネでいいな。逆の方がやべえやつよね、こういうのって。いてー、スケルトン部隊ちょっと強くないか。ダガーメタ。さあ相手はこのロケット奉仕に手が届きませんよの。アイスピー、シマエスケブめっちゃくんな。おロゲを頑張れよ。いや、ダガーが寝た時のこのスケとかネクロでこんなきちいもんなんやな。さあファイボライトニングか、使いました。いいね。てかライトニングはね、多分俺のこの高回転しか取らない、低コストしか取らないね、デッキに、デッキに刺さんないよね。意外と強いか。いや、ウォールブレーカーだけ怪しいんだよね。え、てか意外と選べちゃうな。選べないか、あれ。お、ふふふ、ちょっといいデッキ来てるぞ。あー、ナイトにしようか。あー、ザップいいな。ザップいいね。なんか、いや、まあタルだっていいな。いや、ザップにしようかな。なんかファイボザップの組み合わせがね、ちょっと強いんじゃないかなと思いまして。まあ明らかにウォールブレーカーがいらないんですけどね。さあホバリング来る。まあこういうのは別にファイボ打たなくていいね、自陣で受けれるんでね。うん、まあさすがにこれ打つか。え、なんでめっちゃ美味しくなかった今の。すげえ、あーあー、美味しかったんですけど、美味しかったんですけど、俺のナイトダクネの方が美味しいのか、もしかして。やべ、めっちゃ豚が生まれる。やばい、めんどくさすぎる。タルだったし、まあ、これでもマジアチャのエイムで、こいつのエイムでエイム悪かったな。まあまあ、さあダガーもありますよと。いやー、いいね。ファイボ枯渇すぎん。え、ロイホグ、ロイホグ、マザーネクホバリング法。結構いいデッキを組まれましたね私。まあまあまあ、ファルーチェ大佐。おー、いやー、このポイズン美味しいな。マジアチャが行きます。このマジアチャで結構仕留めに行きたいな。さすがに延命はするからの、ウォールブレーカーつけるだけで勝てないかな。
ワイブってたまたまなんか来い。ああ。え、防衛うまくね？いやー、なんかちょっと苦しいなー。まあ、ザップがあるんでこれはいいんですけど。ハシマエヤリゴブとハシマエファイスピがさ、いないようなもんなんだよな。やめて。いや、結構いい、これは。一発。いや、この一発に価値がある。待って、舞台になる。いや、マジ一生これしてる。することなすぎて。することなさすぎて。いや、なんでそんな美味しいん。いや、マジでしじゃねえ、こいつ。やべ。やべ。待って、やばい。やばすぎる。やべ、右の方が入ってる。クラロあるある。逆サイドが入る。オルブレク一発。マザネクだけちょっと早場でここ、しばかないと。怖かったりもする。いらないね。いや、これダクネ右に流すか。やべ。ファイブ打っとくか。ユニットで守りたかったサイクルだけど。いや、マシアじゃないっす。いや、相手のマザレク無能すぎる。いや、ファイブいらない。これ延命しよう。やべ、延命とは、延命とは。いや、いいよ、焦らず行こう。豚にはファイブと一緒に来てくれるのちょっと嬉しいな。さっきから何回それすんねん。さあ、そしてナイトオルベルカは止まんないはず。やめて、ファルチの M 次第止まんない。マジェチ最強ファイブ2周圏内ではあるが、ファイブは打たない。さあ、マジェチで全回収。いや、マジェチはこの何？トリプルドラフトにおいて本気の最強カードうっだと思ってます。やべ、なんだこのやりゴブ。やりゴブいらなすぎるの。さあ、ファイボでさあ降りますよと。いや、マジでちょっとつえー。見落としてたらあれだな。普通に選んじゃってるけど、まあ多分低コストから選べてる気がする。おー、バルーンか。バルーンもダガーに刺さんねえ。しかもクエイクやばすぎる。なんで、やばい、いらない。うわー、さすがにレイジか。やばい、守れないか、これ。防衛カードがない。うわー、ちょっと待って、これなんもない。あー、救いのね。これ、いやー、ハンターかなー。うわー、でかいが、正直だいぶでかいが、陸がない。おー、まあ、ダークプリね。やば。クエイク、レイジ、雪玉、エレスピ。そんないらねえよな。さ、グッドゲームなんだ、よろしく。まあ、雪とか打って、レイジもあるよ。なんでもあります、はい。ニコス呪文は豊富です。いや、クエイク打っちゃうかな、今だし。で、相手の主軸は見てなかったな。いや、めっちゃいいやん。そんな綺麗に守れるか。さあ、ディガーウォールブレイカーね、マジアチャの。まあ、耐えまして。多分マジックアーチャーって、いや、何で死ぬんだろう。クエイクレイジーとかだったら飛ばないのかな。クエイク何で飛ぶんだろう。いやー、てか、うわー、しょっぺっていうか、やばっ。スパーキーの防衛方法ないんやけど俺。
強いて言うならダックプリ、 LSP もあるか。さあ、この後のバルーンちょっと強い、お願い盾持って、もうレイジで行くしかない。いやだが寝とけ、一発、うわー一発はいらないの、やばい。いやーマジアチャ渡ってないの痛いな。うわースパーキーやばいね、これものすごいやばい気はしてるが、バルーンをどうやって届けるかだよな。相手マジアチャしかない、多分。え、でかいこれ、え結構ある、雪でスロー効果与えて、あれ寝るもんね、寝てるもんね。もう一発？やばすぎる。はい、ダガーにバルーン通ることあるんやな。レイジがレイジが良すぎてはいるか。マジバルーンな、ダガーとか多分何もされなくても止まりそうだよな。さあ、え雪玉レイジ便利すぎます。実は良かった雪玉レイジ編成で、いやースパーキー怖かったな。さあナイス、意外となんとかなるもんだな。さあ、え選び放題になっちゃったな。マスケにしようかな、なんかどうせ1コスとか2コス取れるし、オーブンはいらないよ、オーブンはいらないよ。いやースケラなんだよね。あー、いやでもなんか呪文がファイボカポイズン取れたら、え取れたわ、え結構強くないこれ、なんかテンプレみたいなのできてるけど昔ありそうな高回転マスケスケラ。まあオーブンもファイスピもヤリゴブリンも意味なしではある、ダガーの前には輝けない。さあ相手を選ぶのがゆっくりだな。でも俺いつも時間足りなくなるから、俺ってカード選ぶの相当遅いんだな、遅いもんな全然余裕あるけど、まだこれでも遅いって感じちゃうな、選ぶの早い側からすると。さあオーブン置くか、これ置いても意味ねえぞ、やりこぶも出しても意味ねえぞ、なんだこれ意味ねえカードしかねえやねえか。いや置くけど暇なんだもん、やーっべ、取りたくもねえ、オーブン取ったことによってクエイクで、いや願い届いて、全然届かんやん、嘘やろやばいこれ、どうしようかな、オーブンが意味をなしてない。まあロケコを禁忌してから考えるか、まずなんかスケラ打てば勝てる気もするです、するですするけど、まあちまちま行くか。相手の攻めカードなんだ、ラム。まあオーブン残して逆サイのダガーが働いてほしかった。えっ、いってー、やっば、今のやばいね。いやしかもこれやりこぶ弱すぎる。ネクロか、ネクロいない時のスケラが強いですけどね。まあまあまあ、で呪文もクエイクなんで、俺マスケを雑に避けるで、バルキリー持ってたな、普通にもうスケラポイズン打っちゃえばいいんだけどな。ネクロがいると刺さんないんで、一回待って、バルキリーもいるもんな。オーブン置くしかないっていう、このまあ逆サイのダガーがよしよしよく働いた。まあこっからだな俺はね。
ゆっくり行こう。マスケでしっかり形を組んで、まあロケ砲だけどうせいらないファイスピで警戒して、どうせいらないファイスピ成功。いや縦線バルキリーネクロ、いやでもちょっと入るぞ、マジちょっとでいいんです。いやちょっとすぎじゃね。いやマスケ最強。いや動いて、逆サイドが働く。いやーいいね。でどうせいらないハイスピでロケコ警戒して、スケラ打って、まあ縦線かなっぽい打って、いやマスケがいやでもいい、まあまあ入ったな。さあダメージ逆転したので、俺はもうあと守ればいい。てかやりごぼいらなすぎる。だからオーブンこれ逆サイもあるな。いやいい、単品でもいいな正直。単品でいいのかこれ。いや怪しいかな、もしかしたら怪しいが、まあそういうパターンもあり。でここは一回なんか止めたりもあり。さルート強制がね懐かしいな。いらないファイスピー気に入りして、痛い、そのロケコはやばい、よくないね。いいロケ砲だ。いやでもこれやばい、思ったより痛いやつ受けちゃった。いやこれスケラの受けも苦しいぞ、マスケの受けもいるぞ、相手入るんじゃね。おい同分逆サイ置いて、ラムを溶かさないとね。いやーマスケ強くね、なんか久々にマスケを使ってはいるんですけど、この安定感がやばいね。冷静にぶっ壊れではあるか、他のチャンピオンとか他のカードによって逃げてるこいつは。目立ってない感出てますけど、普通に考えたら単体での性能は最強格です。さあポイズンウッドで引きこもって、オーブンオーブンいいな、やりゴムだけは許せねえけどな、何しとったんち。さあラッキーボックスもこんにちは。最近なんかどんどん当たんなくなってきちゃった。さあ行きましょうか、もうこれ普通に選んじゃえるっていう、まあ、正直どれも優秀だったね。さあ相手はザップとかで、うわぁ、ゴブゴヤは弱すぎる。エリゴレ来たー、エリちゃん。まさかの、うわぁ、ファイボ欲しい。相手ポイズンライトね。うわぁ、アイスピー、スケか、どっちも優秀だなー。マザネク、まあ、悪なし。選び放題来た。まあ、キング起動嫌なんで、吹き矢でもいいか。なんかすげえカラフルデッキになっちゃったな。さあ、よろしく。いやでもこれアイスピで完封できるんじゃない?いや、ダガンガル強すぎる。これもういかれてるもんな。さあで私はちまちま削ろうかな。エリゴレで2倍タイムから形組めばいいんで、ちょっとやだな。ケツペッカ守るか。フェニックスも最強クラスですよね、トリプルドラフト。いやーやだなー。まあ、エリゴレで逆サイ誘導でもいいな。正直。ババで囲んでもいいな。よいしょ。いや、吹き矢が残ってんのがね、でかすぎる。ペッカマスケ言うのね。なんかいいデッキじゃないって。しかも、コウモリ。いたな、さっき。
いやでも俺クエイクなんで、その相手のマスケット重視とか絶対残っちゃうんですよ、ペッカとかが。だからエリゴルでいっちゃうと、まあ、削れはすると思うんですけどえげつないカウンター来るんですよね、ポイズンとかじゃないから。でそれを守れる自信がないので、一旦、うわ、残れ。いや、ここに関しては行ってもいいかも相手結構攻めたぞ。いや、コウモリ、コウモリ来る。うん、コウモリを豚に、せっせ、こらせ、おい、からの一目に行きましょうか。ダガーだと止まんないみたいなとこない、プッチョが。いやー、溶かしちまえよ、ペッカを。さすがにそこまでの火力ねえか、やりすぎちゃったかな。やべやべ、う、うん、ごめん、まさやくん、まさやくん、ごめん、やべやべえ、やっちった。いや、綺麗に全溶け。いやー、今のは俺が悪いな。おや、こんにちは。いや、これさ、言っていいだろう。吹きや、お前、どんな先行？やべえ、残んないで。吹きや、いや、クエイク打っとくか。やばい、マジやばい。えぐいカウンター来る、これ。普通にバルーンが。ペッカからのバルーンか。いやー、これ、どう考えても止めた方がいいが。ババで溶かすか、普通に。アイスピがあります。いや、アイスピぶっ壊れか。おい、来た。こうなればもう審判よっこらせ。どっこいしょ。クエイクまで打って、あとは祈り。エリゴレ見せてみろ、お前の力を。いけ。しかも豚もいって、エリゴレもいて、おい、止まんないですよと。おめでカウンターがグロすぎる、怖すぎるが、こっちの一発の火力はバケモンですよ。さあ、ボム、ボム取れんのは普通にでかいね。クエイクユーの、うわ、また来た、お前かい。相手ロイジェイゴブジャイいたぞ。ロイジェイゴブジャイやばいな。しかもこの、いや、マスケスケやばい、本当にいらない。ヤリゴブリン、もう居場所ない。重要だな、これ。まあ、普通にウッドで、クエイクウッドで削って勝とうか。なんか、結構バランスはいいんだけどな。マスケスケウッド、ユーノボムタワーみたいなね。バランスはいいんだけど、エリゴレクエイク、ヤリゴブリンが全てを破壊してはいる。だいぶ考えんな、おい。ラスト1枚。呪文か？お、ちょっと強そうな相手来たね。削らせていただきます。守れば勝ちね。相手、なんだっけ呪文。ライトニングとか言ってたっけ、俺。さあ、ちっこいので行きながら、俺は左を狙ってます。いやー、バレバレでした。ゴブリントルネボンバーか。トルネか。削ります。でも相手の、中型呪文かな、気になるのがね。ファイボーポイズン。ライトニングあたり。いや、このマスケボムスケ最強じゃね？削られない気がするんだけど。エリゴレはね、本当に最後の30秒とかで出そう。1分とか。うん。
いやー、橋前ヤリコブがさ弱えのがね、苦しいな。プレッシャーかけれたらな、強いんだけどな。まあ、ゴブリンもいたっすね。めっちゃ来そう。間に合うんや。いやー、でもマスケスケボムタワーが最強ではあるが、いいトルネも来た。ロケット奉仕ね。あと中型呪文教えてくれよな。施設あるかな。なければエリゴレドリームもあるが、一生ちまちま行くか。まあマスケを突破されたら考えるか。ああポイズンね、わかりましたね。これまあ一つが、これ行っちゃおうかな。テスラ、まあ微妙な攻めではあったよね、多分。ものすごく、いや意外といい攻めだった可能性もあり。いや、いや、でもプッチョが待って、結構入る。プッチョでかい。このロックでさえも守れたらでかい。え、エリゴレ意外と止まってなくない相手。エリゴレちょっとでかいぞ。思いとこうか。よし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 、この先置きボム偉いね俺。ロケ砲は邪魔、フェニーも邪魔。先行、止まるよね。え、カッチカチやね、このデッキ。いいね、エリゴレもあるよ。まだね、エリゴレ出してあんだけしか削れんのでもやだな。削れなさすぎるやろ。早くポイズン使わしたいからこれ。まあ、暇なんでクエイクでも打って、もう一回来るかもね。これ来ないんだ。守れば一応勝ちなんですよ。逆にさ、やべ、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ、エリゴレ、エリゴレが危ねえ、守れなかった。エリゴレがね、相手も攻めてたもんな。さあエリゴレがぶっ刺さってはいく。危ねえ。やりゴム弱すぎるな。こいつさえ取らなければもっと楽になる。さあ3コスね、同じやつやん。アイスイズか吹きやね。アイスイズにしようかな。アイスゴーレム、トリトンが良かった。お、ちょっといいね。え、これどっちも強いな。工場だっていいが、まあドリルか。エレジェイ、ゴブジェイ、ラバ、うわーうわー、まあ悪くないけどね、悪くない。インドラ熱い、クエイク、ファイブ欲しかったが、まあまあ仕方ないでしょう。いや、ボム一角。確定、絶対ボムだ。悪くないけどな。相手のエレジャイ、ゴブジャイ、エレジャイ、ゴブジャイ、ラバか。ラバ来たら、ちょっと美味しいか。
さあゆっくりね。え、15秒で3枚って間に合う間に合うんかおい。急げ急げ。うん、ギリね。ぴったりだな。1枚このね選択には何秒って決めてんだろう、知らんけど。さあまた勝たせていただきます。アーチャーね。いや、このアイスゴーレムちょっといいかもね。ちょっとだけね。お、早くない？警戒言うのが早すぎる。いや、ランバーもあるんだ。いっぱいあるね。そしたらあぶねえ。いや、まあ結構痛いが、最初相手のデッキをね分かんないなりでは耐えたんじゃないでしょうか。ゴーストランバーか。さすがにドリルとコショババはね初手に来たんで、早い段階で来たからこそ対策されてんな。おお、陸が、いや勝てるか、相手の呪文次第だな。取れなければインドラも刺さるし、ゴースト咲いたんだよな。ライドラやばすぎるか。メタが多いな。ウッドまで豊富だな。おやこれやばいな。もしかしてバレたかいや、バレないだろさっきの。こいつもしかして低コスト縛りやってんなってなった説ある。これ、え、さすがにバレないっすよね。バレるもんなんこれ。わからんっしょ、普通に。普通にわかんないと思うんだよな。普通はね、普通はわかんない、わかんないよな。いや、インドラ最強か。いや結構入るよ。しかも、え、ちょっと待って、めっちゃ入るんだけど。でかすぎる、多いすぎる。ボンバー進化しないもんな。え、でこれエレジャイージーか。まあライドラがあるんで、ここは低めにインドラなんか出さないよそう簡単にね。え、アイスゴレム優秀すぎる。やべ、急にチンパになった相手。うん、逆に止まんない。行っちゃってもいい、いっぱいね。やっぱ行き過ぎぐらいが相手視点きついんじゃない。これインドラこそ事故る世界もありますよね。さあグッドゲームしとくか。やばすぎるやばすぎるな。さすがに低コスト縛りバレてないっしょまだ。さあ20勝ね。え、俺普通にやってさ2敗してんのに、低コスト縛りだと負けないです。はい、ということで、あの低コスト縛りの方がものすごい強いということがね、あの分かった、証明されたので、ちょっと皆さんやってみてください本当に意外なんかデッキ完成度も悪くなかったんだよな。事故んないかな。はい、低コストばっかだとね。はい、皆さんもやってみてください。ではお疲れ様でした。また